さあでは3戦目やっていきましょう。さあお相手はパパさん、ランク S、 ランクポイント994ポイント、強そうですね。どんなパーティーなのか。さあではやっていきましょう。これは怨念壁だね。怨念魔王獅子で、多分アシュラとクスナギはおそらく隠密魂かな。まあいつも通りね、謎解きの容器から貯めていこう。ちょっとガマモス大丈夫かな、これダメージがえぐそう。うわー結構入るね。さあこれで謎解きの容器が貯まるから、ちょっと相手の前衛がきついからね、入れ替えていこう。さあ相手はマイニャンの必殺を警戒して後ろに下がったね。ガマンモスが早くもやばい。謎の赤外タイム、おおマジか。なんだこの光栄は、どんだけだよ。すごいね、こんなに怨念に頼るかって感じだね。あーやっぱ避けられるか。ちょっとね甘く見てた、これはミスった。もったいないね。決定力、あーちょっとガード解いてたか。シャクレロ火ダメが大きい。さあここで草薙、いやーやばい、あーガマモス間に合わなかったか。くそ厳しいぞ。間に合うか。オッケー、謎の赤外タイム。さあここでアシュラと魔王獅子、ちょっとマイニャの必殺当てたい。うわーこれ回せ、間に合わないな、多分避けられそう。くそー、また無駄打ち。回せだとねタイミング遅いよな。ヤンマジョの必殺を当てたい。謎解きさん、さよなら。さあ間に合うかな。あーガマモス死んだか、きっつい。いけマジネコファイニャ、これでマンは解けるだろう。よしオッケー、厳しいな。あーちょっとニャンマジョン動かすの早かったかな。あーこれはミスったかもしれない。あーやっちまった。あーもうこれは人数的に不利だね。厳しい、これはミスった。これは完全にミス操作だね。さあこれでのっぺらぼんが持ってかれてやっちまった。これはいやでもな、そう怨念4体か、もう次当たったら絶対勝つわ。さあ気を取り直して4戦目やっていきましょう。おお来た、お相手はパパさん、よろしくお願いします。もう次絶対勝つわ、マジで本気出す。さっきはねちょっと油断してた、怨念4体にアシュラと草薙ね、マジで絶対勝つわ、本気出す。さあやっていきましょう。さあじゃあいつも通りね謎解きを動かして、まあでもねこれこのまま謎解き妖術使ってあの魔王獅子持ってってくれてもいいよね。まあ別にもう謎解きいてもいなくてもどっちでもいい感じかな。ちょっとマジでね本気で倒しに行くわ。ガマモスがガード解いちゃったからシャクレロと交換。オッケー、魔王倒したね。まあ謎解き解けるけど、まあ別にいいよね。そしたらどうしようかな。
まあ、マイニャの必殺を貯めつつのっぺらぼう出しとくか。あー、よくやりそうだね。やめとこう。やっぱりね、多分さっきと同じパターンで動くと思った。さあ、そしたらのっぺらの必殺をね、当てとこう。さあ、いけ。さあ、無表情。オッケー。まあ、そしたら今度前に出てくるかな。前に出たところを今度はマイニャの必殺を当てておこうかな。あー、必殺どうだろうね。これ使うのもったいないかな。必殺のモーションを出して相手の入れ替えを防ごう。まあ、多分1体しかね、もう必殺が怖くて出せないはず。このままちょっとね、必殺チャージして、あー、ちょっとガマムス危ないからちょっと壁だけ交換しようかな。もう必殺チャージこのまま見せといて相手の動きを封じる。さあ、たまらず草薙出してきたね。 OK。 まあ、そしたら今度はニャンマジョの必殺を見せていこうかな。さあ、ニャンモジョの必殺モーションを出して、アシュラ出してきたね。さあ、相手は多分マイニャンが必殺打ってくるのか、ニャンマジョが必殺打ってくるのか分かんないやつ。まあ、俺はニャンマジョ打つけどね。いけ。オッケー。さあ、マジネコファイヤー、よいしょ。さあ、もうこれは多分相手アシュラしかいないはずだから、もう勝ち確定だね。よいしょ。さあ、あと一発。ヤンマじゃ殴るだし。さあ、念のため必殺を警戒して、はい、オッケー、勝ったね。仕返し成功。さあ、パパさん対戦ありがとうございました。オッケー。いや、さっきね、マジ初戦っていうかね、さっきの対戦は本当に悔いが残ったんで、まあ、なんとかね勝ててよかったです。いや、それにしても怨念4体はちょっとね厳しい。床パーティーも厳しいけど、いや、怨念4体も厳しかった。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て少しでも楽しんでいただけたら、ぜひ高評価ボタンを押していってね。それじゃあ、キョウペイちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。